キックオフ福岡、ご覧の皆様、はじめまして、いい男山口でございます。アビスパ大好きということで、 MC 陣の方がどうしてもスケジュールがね、都合つかないということで、私代打で来させていただきました。ゲストは豪華でございますよ、こちらのお三人です。どうぞ。お願いします。松岡選手、近藤選手、そして永井選手でございます。よろしくお願いします。練習終わりに駆けつけてくれたのは、変幻自在のドリブルを武器に現在チーム2位のゴール数を記録する博多のメッシこと今野和也選手。今シーズン加入し、圧倒的なボールダッシュ能力を見せる青き闘犬松岡大輝選手。そして試合では気迫あふれる守護神、ピッチを出れば SNS でアビスパ選手の素顔を発信、守護神兼広報の二刀流、永石匠選手。まずはちょっと今野選手に総選挙1位おめでとうございます。いやいや、これ嬉しかったですよね。いや、はあ、びっくりっす。いや、はい、ちょっと予想、いや1位はないと思ってたんですけど。あ、近藤選手的に1位は誰だと思ってた。1位、まあ、ユートとか涼雅とか、はあ、松岡選手も加入1年目で4位。あれだ、おかしいよ。え、おかしい、おかしくないでしょ。4年で8位ですよ。まあ8位ってもうみんな8位なんですよね。いやいや、7位以下は長いさ。でも8位でも5来てますから。そうですよ、ですよね。みんな求められてるってこと。そういう、よう喋るな本当に。さすが広報担当。賑やかな3人を引き連れ行うのが、福岡人気スポットおもてなしツアー。もてなされるんですね。そういうことです。激闘が続くシーズン後半戦のため、英気を養ってもらうべく福岡の人気スポットを巡ります。うわうわ。今野選手の隠れた才能が覚醒。サッカーより向いてんじゃないですか。さらにピッチでは決して見ることができない意外な素顔が盛りだくさん。3人と向かったのは福岡市中央区渡辺通り、グルメの名店がひしめく裏天神と呼ばれるエリアです。裏天神の中でも特に超人気店なのが、今日ご用意したこちらでございます。見てください、炭劇場武蔵座さんでございますよ。おしゃれ、おしゃれでしょ。早速入ってみるみたいですよ。こちらです。どうぞどうぞ。ほら見てくださいよ、かっこいい。じゃあ、おテンションの上がり方が違うな。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。行きますよ。こちらでございます。お邪魔します。お邪魔します。どうぞどうぞ。うわ、すげえ。おしゃれ。そうでしょ。熱い。めちゃくちゃすごいでしょ。すごい。こんな天神のど真ん中にロバタですよ。ロバタ。かっこいい。ね。予約必須の人気店、炭劇場武蔵座。ライブ感あふれる店内では、炭火で焼き上げた焼き鳥とイワシやアユなどのロバタ焼きが楽しめます。なんでもお客さんのほとんどが釘付けになるという劇場型の調理法があるそうで。店長、ちょっと見せてもらっていいですか、例のあれ。おお、すごい。自分にかかってるぐらい。かかっちゃってる。すごい、かかっちゃった。そう、このダイナミックすぎる塩振りが SNS で話題に。お店の人気に火をつけたそうなんです。これ普段は絶対できないんですけど、今日特別にやりたい方います。じゃあ俺やります。おお、俺ちょっと動画撮るわ。俺もやりたいっす。バレちゃう。お前が行く流れだろ今の。俺現役のサッカー選手にこう言ってもらってきたよ。俺シンプルにやりたかった。じゃあちょっと松岡さんやってみます。そうだね、もちろんもちろん。ピッチでは闘争心むき出しの野生的なプレーを見せる松岡選手。果たしてどんな豪快な塩振りを見せてくれるのか。いきます。はい、
こんぐらいなのかな。なんでちょっと待って。なんで魚が。見たさっきの。全ちょっと違うよ。ちょっと。ということで料理が趣味の永井選手がお手本を見せてくれるそうですよ。おお。まあまあまあ。もう普通すぎて、ちょっと、ちょっと普通。いや、確かにオンエア上はカットされると思うんですけど、なんでいや、本当にめちゃくちゃちゃんとしてたでしょ。すごい良かったですね。良かった良かった。これ見てください、これ自分で塩を振った大トロイワシの味はどうなんでしょうか。いただきます。濃いんじゃないの。うわ、プロいる。すごい、すっごうまうまそう。え、やば、超うまいんですよ。でかいもん、身が。塩加減どうですか。最高です。マジかよ。永井選手、お味はどうですか。うわうわ。骨バリバリ食えるし。だからインスタ映えな感じで豪快に焼いてますけど、実は火加減もちょうどいいってことですよね。はい、今日も。はい。しかも夏バテにいいですもんね。はい、もうイワシは栄養価が高いので。うん、すごい食う。タンパク質もあるし。今野選手は焼き鳥をいただきます。うわ、ブリブリ。なんでそれ偉いの。かわいい。噛み切れない。かわいい。正直かわいい。うまっ。うまいよね。これちょっと家で作ってもらえる。あら、あら、いや、奥様に。はい。のろけられちゃったよ、もう。急にね。するとここで意外な選手の話題に。結構アビスパの選手も実は、あ、はい、ね、来られるんですよね。はい、シャハブ・ザヘリー選手。仕事何してるんですかって言ったら、もうサッカープレイヤー。知らなかった。全然知らなくて、俺がシャハブに送るんですよ。マジっすか。はい、なんなら俺ここ一回来たことある。嘘。上で食べてるんですよ、湯沢さんと、はい、僕と、はい、あと平塚と一緒に来たんですよ、3人で。お二人はどうですか、選手とご飯とか行きます。この間、奈良ちゃんに連れてってもらいました。先輩派だよ。この選手はどこ行きます。俺はもう、長くん基本いますね。あ、やっぱいい店知ってます。知ってますね、多分ゆざくんがこう受け売りがこう流れて、流れてくる上から。褒めてるようで褒めてない。いやいや、ゆざくん本当すごいんですよ。そうなんですね。いろんな美味しいお店知ってる。絶品グルメを堪能し、続いて向かったのは、さあ皆さん、はい、続いてはこちらでございますよ。どうぞどうぞ。いかがですか。わあ、すげえ。ほらほらほら、レトロ。そう、飲み放題、駄菓子食べ放題で楽しめる飲食店なんですけど、実は後ろご覧ください。わかりますか、これ射的ができる飲食店なんです。こちら春吉射的センターは、飲み放題、駄菓子食べ放題という形式のお店で、お料理を注文するたびに射的ができるという斬新なスタイルなんです。コースの料理を頼んでいただきますと、うん、射的の玉がもらえて、うん、でそれで割引チャンスに挑戦できます。安くなるんですか。安くなるんですよ。ということでね、じゃあ早速この3人でゲームしたいと思います。はい、ゴールじゃなく的を射抜け、アビスパ射的を決定戦。これから3人は各ポイントが設定された的を狙い、合計点を競います。チャンスは3回、3人が1回ずつ順番に打っていく PK 戦方式です。そして優勝者にはなんと7500円のスイーツを贈呈。でね、実はちょっと1個ね、仕掛けがありまして、え、ちょっとあれ動かしてもらっていいですか。これが、これ実は電車の上にね、はいはいはい、ガムが乗ってるの分かります。ありますね。これを打ち抜いたら2億ポイント。2億、はい、絶対狙います。これは2億。話し合いの結果、順番はこのようになりました。じゃあいきなりですが、松岡選手お願いします。頑張ります。よっしゃ。自ら一番がいいって言ってましたから。あ、来た。よし、こうやって。そうですね。おお、ちょっと待って、出た、ムカキンおじさん。ムカキンおじさんだ、ほら。格好るから。あ、2億いくの。2億いきますよ。すげえ。アビスパの新生ムカキンおじさんが2億を狙い撃つ。いきます。負けず嫌いやな。おお、見た今、全然上よ。
全然上。え、マジ、あー、でも結構強いっすね。めっちゃ悔しい。続いては今野選手。ピッチで見せる正確無比なシュートのごとく、華麗に的を射抜くことができるのか。うわ、なんかわかんないけど危ないな。どういうこと。怖い。反応で飛び込む。そうね、1位ですからね。あ、どこ狙います。ラムネ。ラムネですね。ちょっと適当に打とう。ちょっと高いんだよ、なるほど。今度ちょっと、じゃあ1投目お願いします。10が大きいの。うえぇ、宣言通りのミラクルショット。ちょっと、やばい。今のは結構狙いました、それともちょっと軽く適当に打ったんですか。前狙ったし、一応ちょっとラフ、あれ狙ったっすか。いや、あれで、あいつ狙ってちょっとラフだったんだけどね。すごい、狙った通りにいったと、はい、続く長石選手にはある秘策が。さあ、長石選手、これ、これ、うん、なんかちょっと射的のコツみたいなちょっと見てきたんですよ、正直言わせてもらいます。なんかちょうど X で流れてきたんですよ。ちょっと待って、台本めっちゃちゃんと読んでくる人えらい。左で引くんですよ、右で。え、本当に？ここをラムネだ。ブレないらしい。へえ。これ引けてるちゃんと引けてるね。アビスパキッテの戦略家、果たして予習の成果は？左は引くだけなんで。わ、よし。え？あんだけ、あんだけ。めっちゃ当たってたの。一番ひどかった。どこ？続く2発目はそれぞれ惜しいショットを見せたものの、的を射抜くことはできず。うわー、全然ダメ。迎えたラストチャンス、2億ポイントを取れるかが勝利の鍵を握ります。50いった。やっぱね、決める選手は最後決めますから。そうだね、2億7500円でかかってるんで。いきます。おー、来た。いつも通りね。うわー、ちょっと惜しいね。かすった。全然全然。正確に狙った球はわずか数ミリ的を押され、ポイント獲得ならず。負けず嫌いの松岡選手、撃沈。そしてトップの今野選手もなぜか2億ポイント狙い。惜しいショットを見せるも命中させることはできず。今野選手マジサッカーより向いてんじゃないですか。こっち、プロになりますね。いや、これ引退後、引退後、いや、ほぼほぼ初めてですよ。勝負の行方は長石選手の一発に委ねられました。果たして。高級スイーツをかけた射的対決、現在トップは今野選手です。逆転を狙うのは事前に予習をしてきた長石選手。この辺メインや。全然もうさっきの左打ちとかしなくなったよ。予習してきた攻略法を捨て、持ち前のリーチの長さで勝負します。集中してください。いきますか。はい。お、うわ、あー、うわー、電車何点でしたっけ。電車マイナス10点。ひどい。俺ドベですか。ドベです。ということで、見事高級スイーツを獲得したのは今野選手。そのスイーツがあるのが春吉橋の手前にあるクオンリバーテラス、女性に人気のアフタヌーンティー専門店です。ちょっと待ってよ、ちょっとすごい、すごい祭りだ、でかこちらがお値段7500円のアフタヌーンティー。シャインマスカットだけを贅沢に使った夏のシーズン限定のスペシャルな一品。そのお値段にもかかわらず月に100食出るという人気ぶりです。おすすめが一応そのこちらの球体の、はい、桜つながり、ね、球体のココナッツのくず餅とマスカットのジュレでございます。ちょっとちょうだい、今までよくしてきたでしょ。俺食うよ、ほんまに食ってしまうぞ。今野選手、お味は。美味しそう。これはうまそう。うま。中見して。うわ、うわ、なんで、すげえ、何が。見して、見して、くず餅、すごい。これが餅ですか。あ、そうです、くず餅。ちゃうよね、これは。いいなぁ、うま。
これ食ったんでもう走りまくりますから、ね、フルで頑張ります今後に向けての何かありますか？個人はもう5点がキャリアハイなんで、で今4なんで今年超えたいですね。ここで選手の皆さんからお知らせです。現在アビスパ福岡では9月1日に行われるヴィッセル神戸戦に向けて2万人プロジェクトを行ってます。ぜひスタジアムを皆さんの声援で埋めてください。よろしくお願いします。当日はお子様限定のスペシャルプレゼントなどイベントや特典も盛りだくさん。ぜひスタジアムを2万人で埋めましょう。いでよ2万人。直近6試合勝利なし、順位を9位まで落とし苦戦が続くアビスパ。これ以上の足踏みはできない。再び上位争いに割って入れるのか。アウェーで実施された4位ガンバ大阪との一戦、アビスパは新加入の池田が初出場です。まずは前半10分、今野のフリーキックから池田。プロ10年目の苦労人が J1 デビュー戦で早速見せます。前半20分、ボールダッシュから右サイドの今野がドリブルで前進、次々と相手をかわし PK を獲得。この PK を自ら決め先制点を奪います。仲間にもみくちゃにされるこのシーンもおなじみですね。しかしその5分後コーナーキックから失点し同点に。今度はアビスパの反撃。ショートコーナーからボールを受けた前のクロスにミア。ミアの今シーズン初ゴールですぐさま勝ち越します。しかし後半3分、またしても同点に追いつかれる展開。その後ガンバの猛攻に遭いますが粘り強い守備で対応し、なんとか無失点にしのいだアビスパ。2度のリードを生かせず7試合ぶりの勝利とはなりませんでした。 J1 28節を終えての順位表です。引き分けはしたものの勝ち点1を獲得したアビスパは順位を2つ上げ7位となっています。それではこの試合の2点目の勝ち越しゴールを情熱プレイバック。まずはやっぱりね、前選手の左足のクロスの精度ですよね。もうボールの高さ、スピード、まあ、そしてピンポイントでやっぱ合わせる。で左足でこう左サイドから蹴ってるのでボールがこうゴールから少し離れていくような、ね、回転をかけてます。まあ、そうすることによってディフェンスに触られにくいですし、宮選手もこのやっぱりパワーを使ってね、相手を体でこうブロックしながら前に入る素晴らしい完璧なねゴールだったと思います。この試合の情熱ポイント、 PK を誘った今野選手のドリブルです。今野選手やっぱりこうね、ドリブルを最初仕掛けるときに、まあ、周りをこうやってうまく見ながらね、どこにスペースが空いてるのかというのをねよく見てますし、もうボディフェイントですよね。ボールはあまりこう動かさずに細かいタッチをしながらボディフェイントでかわしていく、まあ、相手はやっぱりもうファールでしか止められない状況、これでね PK をやっぱ獲得できたというのは本当にね素晴らしいと思いますし、なんといっても今野選手が俺が蹴るんだと強い意志を持ってのプレーだったので、本当にね素晴らしい、まあ、プレーだったと思います。前節の勝利でリーグ戦12試合負けなし、 J2 昇格プレーオフ圏内の5位に浮上したギラバンツ、今負ける気がしない。アウェーに乗り込んだギラバンツは16位奈良クラブと対戦。前半14分、絶好調の藤原のクロスに牛の浜。藤原の真骨頂、精度の高いキックから早速ゴールが生まれます。さらに攻撃の手を緩めないギラバンツは28分にコウ・スンジン、44分には工藤のロングパスから岡野が抜け出しシュート。攻撃陣が躍動します。
後半19分には PK から待望の追加点。決めた永井は3試合連続ゴールです。このまま2点のリードを守りきったギラバンツ、これで13試合負けなしです。 J3 25節を終えての順位表です。勝ち点3を獲得し5位をキープしたギラバンツ、ついに J2 自動昇格圏内も見えてきました。一口300円でチームの勝敗を予想し12億円が当たるスーパースポーツくじメガビッグ、この度鈴木亮平さんが出演する新 CM が公開されました。さあ今週もメガビッグな夢見ちゃってます。それは何よりです。なんでたって12億ってことは年収4000万の暮らしを30年も続けられるってことですもんね。未来が楽しみです。メガビッグ史上最高12億。先日アビスパアカデミーに所属する2選手の来季トップチーム昇格が発表されました。得点を量産しチームの勝利に貢献できるような選手になりたいと思います。ウェリントン選手のようにチームのために体を張れる選手になって、勝利に貢献していきたいと思います。陸上男子 100m のサニブラウン選手の弟としても知られるアブデルハナン選手、要注目です。ホームでの試合情報です。アビスパは明日神戸戦、ギラバンツは9月7日に今治戦を迎えます。スタジアムで選手たちを応援しましょう。今週のプレゼントはマッチと松本監督サイン入りギラバンツオリジナル T シャツを1名様に。次回は前園真聖さんが登場。ジョーさんとの元日本代表コンビにアビスパとギラバンツについてたっぷり語ってもらいます。